俺、ツインテールになります。は、水沢夢による日本のライトノベル。イラストは、カスガフ及び、文150。ガガガ文庫より2012年6月19日から2020年12月18日まで、全20巻が刊行された。通称、俺つい。少女向けの髪型、ツインテールをこよなく愛する男子高校生が、ツインテールの幼女戦士に変身し、 地球の平和を守るために戦う物語である。2012年3月、第6回小学館大とノベル大賞審査員、特別賞を受賞し、同年6月、文庫本として刊行された。受賞時の作品名は、それは、ツインテールの異世界であったが、観光時に、現在のタイトルに改められた。水沢夢のデビュー作である。 第6回小学館ライトノベル大賞においてゲスト審査員を務めた漫画家の畑健次郎は読み終わった瞬間の感想はもうこのまま出版するといいよ。もしくは来週からアニメ化とかするといいよという感じ。笑いました。小説を読みながら声を出して笑ったのは久しぶりと述べ本作品を激賞した。またアイデアの弾け方に必して目立たないが 文章や構成が非常にうまいと評し、その一例として、こういうハイテンションで、おバカなお話は、読者を飽きさせずに最後までテンションを維持していくのが、非常に難しいものだが、この作品は、緩急の付け方が巧妙なため、それに成功している点を挙げている。そして、軽快な文章と勢い、笑いのセンスが、個人的にも、かなりツボだったと述べ、 作品を審査員特別賞に推薦した。また、一般の読者の反応も好意的だったが、しっかりとしたストーリーと戦闘もある、熱い展開ながらも、ツインテールだらけの内容や敵キャラを含む、登場人物たちの変態性から、バカ小説、変態小説と評されている。そうした評価に対して、ガガガ文庫編集部は、最高の褒め言葉として受け止めていると応じている。 2015年2月には日本ツインテール協会が定めるツインテールアワード2015の特別賞を授与されている。声はテレビアニメ版の担当声優。声の下は原作のキャラクター名鑑。テレビアニメ版公式サイトのキャラクター及びエレメリアン図鑑に掲載されているプロフィール。アルティメギル4長軍備の四神、高野三陽子の二皮手紙の一剣終わりの霊星。 幹部一般兵反逆者戦闘員、トゥアールが作成したツインテールズ支援用の発明。トゥアールの趣味で変なオプションがついているものが多いが、それらが改正されることは、ほぼない。2020年9月より、順次、オーディブルから吉岡麻也の朗読で、全20巻が、オーディオブック化されデータ配信により販売されている。月刊ビッグガンガン2014年ボリューム09から2015年。 ボリューム07まで、俺、ツインテールになります。パイのタイトルで連載された。原作は、水沢夢。キャラクター原案は、春日ガ歩作画は、柚ず亮太。2014年10月より12月まで放送された。字幕放送では、総うが黄色、愛花が青、トゥアールが緑で表記される。なお BSTBS では2015年4月5日1時1時30分に、 振り返りトークなどで構成する特別編を放送した。ニコ生でツインテールになります。聖、つい、は、2014年9月24日から2015年1月28日までニコニコ生放送にて生放送で配信されていたインターネット番組。各週水曜日配信。生放送の翌週火曜日に、おと泉にてアーカイブ音声配信される。パーソナリティは、 愛坂優香、MAO。ラジオで、ツインテールになります。ラジツイ、は、2014年10月7日から2015年2月10日まで、オット・イズミにて配信されていた、ウェブラジオ番組、各週火曜日配信。パーソナリティは、赤崎千夏、MAO。俺、ツインテールになります。パイに関するカテゴリー、ありがとうございます。